カブシンの古谷光弘です。今回は長月ジャズストリートに選ばれたバンドとしてデトロイトジャズフェスティバルの方に吹いてきました。とても勉強になったし、今でもまだそれが咀嚼されてるので、まだまだいっぱいデータが残ってます。というわけで今回12月27日ですかね、それの凱旋帰国ライブやらせていただきます。12月17日、鳥島ホール、新しくできた、とこですね。無料ということですよ。無料。しかしこの T シャツを買ってもらいたいということで、この T シャツ3,000円でございます。あと CD も持っていますので、ぜひともよろしくお願いします。楽しい時間になりますように、頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。